夢の旧作「瓶詰め地獄」「拝廷時価ますますご精鋭」「慶が立て祭り候信昇ればかねてよりご通達の潮流研究用答募式赤風呂付きのビール瓶」「取得次第届け継げつかまつるよう」 島民一般に申し渡し置きそう,ろうところこのほど本島南岸に別小包みのごとき樹脂放浪付きのビール瓶が3個漂着いたしおるを発見届けいで申しそう,ろう右はいずれも約半里、ないし一里余りを隔てたる箇所にあるいは砂に埋もれまたは 岩のの隙間ににく挟まれりたるものにて、よほど以前に漂着いたしたるものらしく中身もご工事のごとき完成はがきとは相見えず雑記帳の破片用のものらしく揃うためご加盟のごとき漂着の事実等の記入は不可能と存ぜられ揃うしかれどもなお何かのご参考と存じ参考とも風靡のまま 尊にてご送付申し上げ騒楼間何とぞご楽主愛願いたくこの段キーオエ騒楼軽胡月日バツバツ島村役場海洋研究所御中第一の便の内容 ああ、この離れ島に救いの船がとうとう来ました大きな2本の煙突の船からボートが2層荒波の上に降ろされました船の上からそれを見送っている人々の中に混じって私たちのお父様やお母様と思われる懐かしいお姿が見えますそうして。 お私たちの方に向かって白いハンカチを振ってくださるのがここからよくわかりますお父様やお母様たちはきっと私たちが一番初めに出したビール瓶の手紙をご覧になって助けに来てくだすったに違いありません。大きな船から真っ白い煙が出て 今助けに行くぞというように高い高い敵の音が聞こえてきましたその音がこの小さな島の中の鳥や虫をいっときに飛び立たせ遠い稚中に消えていきましたけれどもそれは私たち二人にとって最後の審判の日のラッパよりも恐ろしい響きでございました 私たちの前で天と地が裂けて神様のお目の光と地獄の炎が一時にひらめき出たように思われましたああ手が震えて心が慌てて書か,かれませぬ涙で目が見えなくなります私たち二人は 今からあの大きな船の真正面にある高い崖の上に登ってお父様やお母様や救いに来てくださる水夫さんたちによく見えるようにしっかりと抱き合ったまま深い淵の中に身を投げて死にますそうしたらいつもあそこに泳いでいる荷が間もなく私たちを食べてしまってくれるでしょう そしあとにはこの手紙を詰めたビール瓶が一本浮いているのをボートに乗っている人々が見つけて拾い上げてくださるでしょう。ああお父様お母様すみません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 私たちは初めから あなた方のいとしごでなかったと思って諦めてくださいませまたせっかく遠いふるさとから私たち二人をわざわざ助けに来てくだすった皆様のご親切に対してもこんなことをする私たち二人は本当に本当にすみませんどうぞどうぞお許しください そうして。お父さまとお母さまに抱かれて。人間の世界へ帰る。喜びの時が来ると同時に。死んでいかねばならぬ。不幸せな。私たちの運命を。お憐れみくださいませ。どうぞこれより上に懺悔することをお許しください。私たち二人は？ ふかのえじきになる値打ちしかないしれものだったのですからああさようなら神様からも人間からも救われえぬ悲しき二人よりお父様お母様みな,みな様 第二の瓶の内容ああ隠れたるに見たまう神様よこの苦しみから救われる道は私が死ぬより他にどうしてもないのでございましょうか私たちが神様の足台と呼んでいるあの高い崖の上に私がたった一人で登って いつも二三匹のふ化が遊び泳いでいるあの底なしの淵の中をのぞいてみたことは今までに何度あったか分かりませぬそこから今にも身を投げようと思ったことも幾度であったか知れませぬけれどもそのたんびにあの哀れな綾子のことを思い出しては魂を滅ぼす深いため息をしいし 岩ののを降りてくるのでした。私が死にましたならばあとからきっと綾子も身を投げるであろうことが分かりきっているからでした私と綾子の二人があのボートの上で付き添いのバーや夫妻や船長さんや運転手さんたちを波にさらわれたまま この小さな離れ島に流れ着いてからもう何年になりましょうか。この島は年中夏のようで、クリスマスもお正月もよくわかりませぬが、もう10年ぐらいたっているように思います。その時に私たちが持っていたものは、1本の鉛筆と、ナイフと、1冊のノートブックと、1個の虫眼鏡と、 水を入れた3本のビール瓶と小さなバイブルが1冊とそれだけでしたけれども私たちは幸せでしたこの小さな緑色に茂り栄えた島の中にはまれにいる大きな蟻のほかに私たちを悩ます鳥獣鳩物は1匹もいませんでした そうしてその時11歳であった私と7つになったばかりの綾子と2人のために余るほどの豊かな食べ物が満ち満ちておりました急患町だのおおむだの絵でしか見たことのない極楽町だの見たことも聞いたこともない華やかな町だのがおりましたおいしいヤシの実だの パイナナナプルだのバナナだの、の、バ赤と紫の大きな花だの香りのいい草だのまたは大きい小さい鳥の卵だのが一年中どこかにありました鳥や魚などは棒切れで叩くと何ほどでも取れました私たちはそんなものを集めてくると虫眼鏡で 天日を枯れ草に取って流れ木にもやしつけて焼いて食べましたそのうちに島の東にある岬と岩の間からきれいな泉が潮の引いた時だけ湧いているのを見つけましたからその近くの砂浜の岩の間に壊れたボートで小屋を作ってやわらかい枯れ草を集めて 子と二人で寝られるようにしましたそれから小屋のすぐ横の岩の横腹をボートの古くぎで四角に掘って小さな蔵見たようなものを作りましたしまいには上着も下着も雨や風や岩角に破られてしまって二人ともほんとの野蛮人のように裸になってしまいましたが それでも朝と晩にはきっと二人であの神様の足台の崖に登ってバイブルを読んでお父様やお母様のためにお祈りをしました私たちはそれからお父様とお母様にお手紙を書いて大切なビール瓶の中の一本に入れてしっかりと闇で封じて二人でり 何べんも何べんも口づけをしてから海の中に投げ込みましたそのビール瓶はこの島の周りをめぐる潮の流れに連れられてずんずんとわだ中遠く出ていって二度とこの島に帰ってきませんでした私たちはそれから誰かが助けに来てくださる目印になるように 神様の足台の一番高いところへ長い棒切れを立てていつも何かしら青い木の葉をつるしておくようにしました私たちは時々いさかいをしましたけれどもすぐに仲直りをして学校ごっこや何かをするのでした私はよくあや子を生徒にして 聖書の言葉や字の書き方を教えてやりましたそうして二人とも聖書を神様ともお父様ともお母様とも先生とも思って虫眼鏡やビール瓶よりもずっと大切にして岩の穴の一番高い棚の上にあげておきました私たちは。 本当に幸せで安らかでしたこの島は天国のようでしたかような離れ島の中のたった二人きりの幸せの中に恐ろしい悪魔が忍び込んでこようとどうして思われましょうけれどもそれは 本当に忍び込んできたに違いないのでしたそれはいつからとも分かりませんが月日のたつのにつれて綾子の肉体が奇跡のように美しく艶やかに育っていくのがありありと私の目に見えてきましたある時は花の精のようにまぶしくまたある時は悪魔のように悩ましく そうして私はそれを見ているとなぜかわからずに思いが暗く悲しくなってくるのでしたお兄様と綾子が叫びながら何の汚れもない目を輝かして私の肩へ飛びついてくるたんびに私の胸が今までとはまるで違った気持ちでわくわくするのがわかってきましたそうして、 その一度一度ごとに私の心は滅びの悩みに渡されるかのように恐れ震えるのでしたけれどもそのうちに綾子の方もいつとなく様子が変わってきましたやはり私と同じように今までとはまるで違ったもっともっと懐かしい涙に潤んだ目で たしを見るようになりました「そうしてそれにつれてなんとなく私の体に触るのが恥ずかしいような悲しいような気持ちがするらしく見えてきました」「二人はちっともいさかいをしなくなりました」「そのかわりなんとなく憂い顔をして時々そっとため息をするようになりました」 それは二人きりでこの離れ島にいるのが何とも言いようのないくらい悩ましくうれしく寂しくなってきたからでしたそればかりでなくお互いに顔を見合っているうちに目の前がみるみる影のように暗くなってきますそうして神様のお示しか 悪魔のからかいかわからないままにドキンと胸がとどろくと一緒にハッと我に返るようなことが一日のうち何度となくあるようになりました2人は互いにこうした2人の心をはっきりと知り合っていながら神様の戒めを恐れて口に出しえずいるのでしたもし、 そんなことをしでかしたあとで救いの船が来たらどうしようという心配に打たれていることが何も言わないまんまに二人同士の心によくわかっているのでしたけれどもある静かに晴れ渡った午後のことウミガメの卵を焼いて食べたあとで二人が砂原に足を投げ出して はるかに海の上を滑っていく白い雲を見つめているうちに、あやこはふいとこんなことを言いだしました。ねえ、お兄様、あたしたち二人のうち一人が、もし病気になって死んだら、あとは、どうしたらいいでしょうね。そういうういち綾子は 顔を真っ赤にしてうつむきまして、涙をほろほろと焼け砂の上に落としながら、なんとも言えない悲しい笑い顔をしてみせました。そのときに私がどんな顔をしたか私は知りませぬ。ただ死ぬほど息苦しくなって、張り裂けるほど胸がとどろいて、 推しのように何の返事もしえないまま立ち上がりますとそろそろと綾子から離れていきましたそうしてあの神様の足台の上に来て頭をかきむしりかきむしりひれ伏しました「ああ天にまします神様よ綾子は何にも知りませぬ」「ですからあんなことを私に言ったのです」 どうぞあの娘を罰しないい。でくださいそしていつまでもいつまでも清らかにお守りくださいませそして私もああけれどもけれどもああ神様よ私はどうしたらいいのでしょうどうしたらこの悩みから救われるのでしょう 私が生きておりますのは綾子のためにこの上もない罪ですけれども私が死にましたならばなおさら深い悲しみと苦しみを綾子に与えることになりますああどうしたらいいでしょう私はおお神様よ私の髪の毛は砂にまみれ私の腹は岩に押しつけられております もし私の死にたいお願いが御心にかないましたならばただいますぐに私の命を燃ゆる稲妻にお渡しくださいませああ隠れたるに見たまう神様よどうぞどうぞ皆をあがめさせたまえ見し,るしを地上にあらわしたまえけれども神様は 藍色の空には白く光る雲が糸のように流れているばかり崖の下には真っ青く真っ白く渦巻きどよめく波の間を遊び戯れている深の尻尾やヒレが時々ひらひらと見えているだけですその青ずんだ底なしの縁を いつまでもいつまでも見つめているうちに私の目はいつとなくぐるぐるとくるめきはじめました思わずよろよろとよろめいて漂い砕く,くる波の泡の中に落ち込みそうになりましたがやっとの思いで崖の端に踏みとどまりましたと思う間もなく私は崖の上の一番高いところまで ひとっ飛びに引きししました。その絶頂に立っておりました棒切れとその先に結んであるヤシの枯れ葉をひと思いに引き倒して目の下はるかの淵に投げ込んでしまいました「もう大丈夫だ」「こうしておけば救いの船が来ても通り過ぎていくだろう」こう考えて、 何かしらゲラゲラとあざけり笑いながらオオカミのように崖を駆け下りて小屋の中へ駆け込みますと紙幣のところを開いてあった聖書を取り上げてウミガメの卵を焼いた火の残りの上にのせ上から枯れ草を投げかけて炎を吹き立てましたそうして声のある限りや子の名前を呼びながら 砂浜の方へ駆け出してそこいらを見回しましたが見ると綾子ははるかに海の中に突き出ている岬の大岩の上にひざまずいて大空を仰ぎながらお祈りをしているようです私は二足三足後ろへよろめきました 荒波に取り巻かれた紫色の大岩の上に夕日を受けて血のように輝いている乙女の背中の神々しさずんずんと後ろが高まってきて膝の下の階層を洗いたら弱しているのにも心づかずに黄金色の滝波を浴びながら一心に祈っているその姿の気高さまぶしさ 私は体を石のようにこわばらせながらしばらくの間ぼんやりと目を見張っておりましたけれどもそのうちにふいっとそうしている綾子の決心がわかりますと私ははっとして飛び上がりました夢中になって駆け出して貝殻ばかりの岩の上を傷だらけになって滑りながら 岬の大岩の上にはい上がりました。気違いのように荒れ狂い泣き叫ぶ綾子を両腕にしっかりと抱きかかえて、体じゅう血だらけになって、やっとの思いで小屋のところへ帰ってきました。けれども私たちの小屋はもうそこにはありませんでした。聖書や枯れ草と一緒に、 白い煙となって青空のはるか向こうに消えうせてしまっているのでしたそれから後の私たち二人は体も魂も本当の暗闇に追い出されて夜となく昼となく悲しみはがみしなければならなくなりましたそうしてお互い愛抱き慰め 励まし祈り悲しみ合うことはおろか同じところに寝ることさえもできない気持ちになってしまったのでしたそれはおおかた私が聖書を焼いた罰なのでしょう夜になると星の光や波の音や虫の声や風のはずれや木の実の落ちる音が一つ一つに 聖書の言葉をささやきながら私たち二人を取り巻いて一歩一歩と近づいてくるように思われるのでしたそうして身動き一つできずまどろむこともできないように離れ離れになってもだえている私たち二人の心をうかがいにくるかのように物恐ろしいのでした こうして長い長い夜が明けますと今度は同じように長い長い昼が来ますそうするとこの島の中に照る太陽も歌うオウムも舞う極楽鳥も玉虫も蛾もヤシもパイナップルも花の色も草の香りも海も雲も風も虹も みんな綾子のまぶしい姿や息苦しい肌の蚊とごっちゃになってぐる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 と渦巻き輝きながら四方八方から私を包み殺そうとして襲いかかってくるように思われるのですその中から私と同じ苦しみにとらわれている綾子の悩ましい目が神様のような悲しみと 悪魔のような微笑みとを別々に込めて、いつまでもいつまでも私をじーっと見つめているのです。鉛筆がなくなりかけていますから、もうあまり長く書かれません。私はこれだけの悩みと苦しみにあいながら、なおも神様の戒めを恐れている私たちの真心を、この瓶に封じ込めて、 明日にも悪魔のいざないに負けるようなことがありませぬうちにせめて二人の体だけでも清らかでおりますうちに「ああ神様私たち二人はこんな苦しみにあいながら病気一つせずに日に増しまるまると太って」 健やかに美しく育っていくのですこの島の清らかな風と水と豊かな風と美しい楽しい花と鳥とに守られてああなんという恐ろしいせめくでしょうこの美しい 楽しい島はもうすっかり地獄です神様神様あなたはなぜ私たち二人をひと思いに殺してくださらないのですか太郎しるす第三の瓶の内容 お父様お母様僕たち兄弟は仲良く達者にこの島に暮らしています。早く助けに来てください市川太郎市川綾子